自伝改め。自伝海は、第二次世界大戦期における第二本帝国海軍の戦闘機である。自伝 NHK1J の21型以降が、自伝改めと呼称される。この項でデは、自伝改めと自伝をまとめて紹介する。極地戦闘機自伝は、水上戦闘機、強風を陸上戦闘機化したもので、自伝21型は、 強風と同じく中翼配置の自然を低翼に再設計した機体であり、試電改めは新機軸の設計、自動空戦フラップ、操縦翼が特徴であった。昭和19年4月7日内霊兵第27号航空機の名称では、試勢試電改めは、試勢試電の機体改造及び並走強化せるものとして定義付けられており、 昭和20年4月11日海軍航空本部、海軍飛行機略符号乱表における21型。以降、資源改めは、姿勢資源改め、21型、姿勢資源改め公、21型公、姿勢資源改め1、31型、姿勢資源改め2、姿勢資源改め3、31型、姿勢資源改め4、姿勢資源5、25型が該当する。 自電改めの名称は、兵器名称付与標準に基づき兵器採用前の姿生機として、姿生自電改めとされたもので、歌唱自二21型とも称し、兵器採用により、自二21型となった。日本海軍の登場員からは、自電と自電改めの故障のほかに、自電が J、自電改めが J 海と故障されることもあった。 343空の戦時日記でも、市電改め、市電21型の両方の記述があり、故障は統一されていなかった。連合軍側のコードネームは、常時、市電改めは正面から見ると低欲であることがわかるため、市電11型とは別機と認識され、さらに戦時中には、情報不足から、疾風や冷戦などの機種と誤認報告されており、 戦後になってから市電が常時11、市電改めが常時21と分類されて呼ばれた。1941年、昭和16年末、川西航空機以下、川西は水蒸気の需要減少を見込み、川西隆造社長のもと、直手政策を討議した。川西社内で日式大帝の陸上攻撃機か、新型艦上攻撃機開発。 川西15四水上戦闘機、強風の陸上戦闘機化の3案を検討した結果、15四水上戦機陸戦案が決まった。川西の菊原静雄設計技師は12月28日に海軍航空本部を訪れ、技術本部長、ただ力蔵少々に計画を提案。三菱で開発の進められていた極地戦闘機、ライデントレイ戦の後継機、 列風の開発遅延に悩んでた日本海軍は、川西の提案を歓迎し、その場で承認された。しかし、海軍技術者から、陸上機製作の経験が浅い川西の技術力に、対して疑問の声が上がったため審議会が開かれ、1942年、昭和17年4月15日に、仮称1号局地戦闘機として、試作許可を受けた。 完成を急ぐため可能な限り水上戦闘機、強風の機体を流用することになっていたが、実際には発動機を火星から大割力機活小直径の誉れへ乾燥したこと、オリンを装備したことなどから機種部の絞り込みや機体後部が大幅に変更されており、そのまま使用できたのは操縦席付近のみであった。しかし主翼については、 車輪収容部分を加えた他はほぼ原型のままで、翼型も航空研究所で開発された LB 用型操縦翼が強風より引き継がれている。自動空戦フラップも装備していたが、初期段階ではトラブルに見舞われた後日。1942年、昭和17年12月27日に試作1号機が完成し、12月31日に糸見飛行場。 現在の大阪国際空港で初飛行を行ったが、当初から誉れの不調に悩まされた。川西は、市電ではなくエンジンの実験だという不満を抱き、賀都市が年を調査、テストパイロットも、完成していなかった、る誉れの略称の幻を追って設計されたと述べている。搭乗員の岩下国夫隊は、エンジンの不調とともに、市電の操縦席に排気ガスが入ってきて苦労したという。 自然は、強風の中翼形式を継承しており、主脚の寸法を長めに作らねばならなかった。そこで主脚に2段伸縮式の構造を採用した。試作型では主脚を縮めるのに1から2分かかり、あとに20秒に改善された。ブレーキの機器が左右で違うこともあり、ベテランパイロットであっても安心して着陸できなかった。脚部収納にかかる時間は、012秒。 自然改め9秒また着陸時に、油圧で二段式に縮めて格納する引き込み脚部のトラブルにより、343空戦等301体では1945年、昭和20年1月1日から8日にかけて、3日に一機の割合で、脚部故障により、自然を失っている。これらに起因する離着陸時の事故の多発、前方視界不良。 米軍新兵器に対する速度不足などの問題は、自伝につきまとった。計画では最高速度時速 653.8km を出すはずだったが、実測値は高度 5000m で、時速 570.4km であった。上昇力は 6000m まで5分36秒、航続距離、増層なし全力30分巡航、高度 3000m、 時速3 6 0トルで2.8時間という性能だった。速度低下の原因は100億単燃料ありなまりの代わりに92億単燃料を使用したこと4日目に2 0トル基準を収めたポットを装着した子による抵抗力の増大等が指摘される。しかし試作機は問題未解決のまま1943年昭和18年7月24日に組み、 領収され、8月10日に、資源11型として量産が命じられた。これは、従来の海軍主力戦闘機である冷戦では、米英軍の新鋭戦闘機に立ち打ちできなくなってきたこと、ようやく完成した極地戦闘機雷電の実戦配備が遅れていたことが、主な原因である。だが、資電の操縦参考書には、資電は強風を急速に、 陸上戦闘機に改め設計したものだから、計画と設計の不備により、改善の余地大なりと記されていた。支電は、第一航空艦隊で新編成される10個、航空軍のうち4個、341空、343空、345空、361空が、支電装備を予定するほどの機体を集めたが、1944年、 昭和19年1月に試練を優先配備すること決まっていた第341海軍航空隊でさえ、冷戦との交代は、父として進まず、7月の時点でも、変態飛行訓練を93式中間練習機で行っていた。試練の生産は遅れ、343空は冷戦で、戦い、345空、361空は、 自然の供給もなく解体された。1944年、昭和19年8月から9月にかけて341空が台湾、高尾に進出し、10月には、ウィリアム・ハルゼー提督率いる第38任務部隊を迎撃した。10月12日、自然31機と米軍機60機が交戦し、米軍機撃追従、自然14機喪失という偉人であった。 10月15日まで台湾沖航空戦を戦った。11月341空と201空はフィリピンに進出して冷凍機械戦に参加する。市電は米軍新鋭機との空中戦、強行偵察、米魚雷艇攻撃など多様な任務に投入され、機材と搭乗者双方の疲弊により消耗していった。1945年昭和20年1月7日、 341空から特攻機、直延機ともに試電で編成された特攻隊が出撃した。こうして341空は全装備試電を失いフィリピンから台湾へ撤退した。宮崎イムは冷戦に比べて機銃の命中率が高く航空性能、高加速度は優れていたが、鈍重で空戦性能は冷戦よりはるかに劣る。 乗りにくい戦闘機であったと評する。341空飛行隊長だった、岩本国親201空搭乗員だった、葛西智和は、試電は、回6回には手も足も出なかったという。初めて試電を見た葛西は、試電が F4 回、ワイルドキャットと告示していたと証言。陸軍の5射で撃墜された機体や、逆に、米軍機を誤認させて接近し撃墜した例もあると、いう。 市電11型は、川西の設計人にとっても満足できる戦闘機ではなく、市電の試作機が飛行してから5日後の1943年、昭和18年1月5日には、市電を低翼化した、仮称1号局地戦闘機兵装強化第3案の設計に着手した。海軍は、川西の計画を承認し、3月15日、正式に仮称一号局地戦闘機、 海 N1K2J の試作を指示した。12月31日、試作1号機が完成した。この試作機は、主翼配置を中翼から低翼とし、また、胴体全体を誉レの直径に合わせて絞り込んだことで、離着陸時の全下方の視界も改善された。胴体は 400mm 延長され、水平尾翼は 400mm 取り付け位置が下げられており、 全長が 460mm 増大。市電に比べてスマートな印象となっているが、重量は 250kg 増加した。トラブルが多かった2段伸縮式試客も主翼の低翼化に伴って全長を短縮できたため廃止された。同時に部品点数を市電11型の2、3に削減して量産性を大幅に高めていた。試作機は、 主翼配置が中翼から低翼式に変更されたが、主翼の外形は、強風、資源11型と同様であった。また、資源11型、資源11高型、NHK1J、NHK1R までは 20mm 基準を、主翼内に、角位丁、両翼仮面に、角位丁を主翼仮面に直接取り付けていた。ガンポットではない改めでは、型を NHK1JB と同様、4丁とも、良くない装備としている。また、冷戦が採用した、操縦柵の合成低下と、同様、低、高速度域における操舵感覚と舵の機器の、平均化を可能とする、腕比変更装置が導入された。強風以来の自動空戦フラップも装備し、改良により実用性を高めた。当時、川西航空機検査部のテストパイロットだった。 岡安総吉はこれを評価している。開発者である田中がゆきによれば、試電のテストパイロットである滋賀敏夫は、空戦性能の向上を評価したという。試作機や初期量産型試電において、自動空戦フラップのトラブルが続出した。この初期欠陥は順次回収され、実戦に配備された試電、試電改めにおいて、故障は解無であった。 自電改めのテストパイロットを務めて、空母、シナノに着艦した山本茂久は、自電では信頼性が低かった自動空戦フラップだが、自電改めでは作動確実とし、1945年、昭和20年2月17日における自電改めでの実戦でも有効に活用して米軍機を撃墜している。加西和兵も4月12日機上空の 戦闘で米軍機と格闘戦を行い、自動空戦フラップの絶大な効果を体感した。例戦の弱点であった防弾装備の欠如に関し、本機では主翼や胴体内に搭載された燃料タンクはすべて防弾タンク、外装式防漏タンクであり、さらに自動消火装置を装備して改善された。米軍の調査によると燃料タンクにセフシーリング機能はなかったとされるが、 2007年、平成19年に、オハイオ州デートンにおいて、復元のため分解された、自然21型千5312号機の燃料、タクソド側に、防弾ゴムと金属網、炭酸ガス噴射式自動消火装置が確認できる。操縦席前方の防弾ガラスは、装備されていたが、操縦席後方の防弾板は計画のみで、実際には、未装備だったとされている。 火災によれば、後部には厚さ10センチメートルくらいの木の板しかなく、後方に不安を抱えていたという。1944年、昭和19年1月、滋賀都市を調査、小貝地中医、増山平層らによって、資源改めのテスト飛行が行われ、滋賀は、自然の欠陥が克服されて生まれ変わったと高い、評価を与えた。またが急降下テストを行った際には、 軽機速度時速 796.4km を記録し、冷戦に比べて頑丈な機体であることを証明。最大速度は11.1時速 24.1km 上昇性能、航続距離も向上し、空戦フラップの作動も良好だった。日本海軍は改造の効果顕著なりと判定し、4月4日に全力生産を指示する。百四十四年、 昭和19年度中に試作機を含めて67機が生産された。1945年昭和20年1月正式採用となり、自伝21型 n 1 k 2 j 自伝改めが誕生した。そこで、オツ船でありながらも高船としても使える、自伝改めを高く評価した海軍は開発中の新型機を差し置いて、 本機を冷戦後継の次期主力制空戦闘機として配備することを急ぎ決定。1944年、昭和19年3月には三菱に雷電と列風の生産中止、市電改めの生産を指示した。航空本部は19年度に市電と市電改め合計で2170機を発注、20年1月11日には11800機という、 制裁計画を立てた。しかし空襲の影響で計画は破綻し、川西で406機、昭和飛行機2機、愛知2機、第21航空省で1機、三菱で9機が生産されたに止まる。また、試練改めは強風をもとに、たびたび改造を重ねた、機体ゆえ、性能的な陳腐化は冷戦より早いと海軍は見込んでいた。実際に、正式採用からわずか3、 4ヶ月後の昭和20年5月頃には昭和21年以後を見越した磁気力機の開発が開始されていた。間に合わなかったものの本機のさらなる性能向上型の他に凍結された人風の試作再開などが検討されていた。本機は遠方から見ると、下位6回ヘルキャットとよく似ており、日本海軍パイロット自身が5人仕掛けるほどだった。 味方から誤射されることもあり、1945年、昭和20年3月20日には、戦艦ヤマトが、昇海飛行中の自然改め、とも智ず登場機を誤射した。陸軍機も、自然改めを誤射することがあり、火災は、疾風、四式戦四機に空戦を挑まれ、交戦直前で陸軍機側が気づいたという、同打ちを避けるため、の陸軍基地に型、 試源11型、試源改めが出張して、陸軍兵に実物を見せたことがある。8月12日にも、有軍地上砲火で3機が被弾、不時期している。1943年、昭和18年以降の F6 回や F4U、P51 ら連合軍新兵器の登場によって、急速に現実問題化した冷戦の急式化にもかかわらず、 冷戦後継機として軍が本命視していた、時期高戦のレプーは1944年、昭和19年になっても試作途中段階に止まっており、量産配備はまだ先との見積もりであった。これに号を煮やした海軍は、試源の生産ラインを多少改変すれば、生産可能であった本機を機体分類上は、オツのまま、1944年、昭和19年4月の段階で冷戦の、 後継機として選定し、生産を指示した。この決定の影響により、分類上は迎撃戦闘機であるオツ戦のままであったにもかかわらず、実戦では主な配備先の343空をはじめとした、部隊では冷戦に代わる次世代制空戦闘機として運用されていくことになる。自然改めと同時期に開発され、同じ発動機を搭載する。 中島飛行機の四式戦闘機、疾風以下四式戦塗略と試電改めの最高速度を使用書現状で比較すると試電改めの方が劣っている。試電改めの試作時における最高速度は335ノット時速620.4キロメートル。水平全速で348ノット時速644キロメートルであった。 四式戦初期試作機の最高速度六百二十四時速六百四十キロメートル、さらに水力式単廃機関に改造された四式戦の後期試作機は初期試作機より十0時速メートルほど速い。昭和二十年、九百四十五年一月付の市政市電改め操縦参考書の記述によれば、市電や市電改めの発動機である誉れ21型は、 運転制限のため出力が定格より1割ほど低い状態であった。当然、試作機の最高速度も運転制限下で記録された。使用書現状、資源改めが四式線に比べて時速 30km ほど遅いのは、四式線のテスト時よりも誉れの工作精度が落ち、燃料や潤滑油なども誉れに適したものが使用できなくなったため、 さらに出力が低下していたためではないかと推定するものもいる。また、川西航空機が小型機製造に慣れておらず、主翼の表面仕上げが荒くなっていたことから、設計時に想定されたより抵抗が増えていたことも原因の一つと考えられる。もっとも同じエンジンを搭載し、事長も同等とはいえ、翼面積は、 自然系列が23.5平方メートル、四色線は21平方メートルであり、自然改めの方が大きな翼をつけている。翼面荷重、キログラム、平方メートル、馬力荷重、キログラム、PS は、強風150、2.5、自然改め170、2.2、四色線180、2.0、零線21型107、2.5、 零戦五十二型百二十、二点三、列風百四十三、二点八、回六回百六十七、二点六、回八回百九十七、二点零。この数値のみで判断すれば、自然改めは四色戦より、空気抵抗が増える分やや遅く、代わりに揚力が大きくて、旋回性能が良いということになる。山本茂久テストパイロットは、横旋回では零戦肉戦。 縦旋回戦闘では冷戦に対し断然優位、冷戦2機を相手にしても互角に戦え、加速性能、急降下性能を含め冷戦より勝っていたと評価している。1944年、昭和19年12月10日、早見恒康隊員大が登場する、自伝改めが、自伝6機、加西智和らと共に、回マイナス13。 B-29 の写真偵察型の迎撃に出動した。これが、自伝改めの偉人とされる。1945年、昭和20年2月17日、伊央島攻略戦の前哨戦として、米軍艦載機が関東地方に侵入、ジャンボリー作戦。イブスキ少佐指揮の下、岩下国尾隊員、はきり松尾将尉、武藤金吉秘装長の自伝改め隊。 海軍航空技術省、空技省から山本茂久大尉、造産上飛装、平林はじめ飛装が乗る試作主伝改めが零戦48機、大伝、主伝11機と共に迎撃。米軍機編隊を撃退した上で、岩下、羽木で、山本、造、久し、平林が、各一機、武藤が4機撃墜という戦果を挙げ、主伝改め隊は生還した。戦は 自伝は一機が失われた。1944年、昭和19年12月、源田実大佐、司令の制空圏打艦という構想によって、松山基地で編成された第343海軍、航空隊、通称、圏部隊、以下、343空とするに、自伝改めが優先的に配備され、自伝改めと腕の立つパイロットを組み合わせ、 さらに徹底的な改良が施された無線機、無線電話機を活用した変態空戦法により大きな戦果を上げ、太平洋戦争中盤の1943年後半以降、劣勢な同国していった日本海軍戦闘機隊にアメリカ軍を中心とした連合国軍の最新鋭戦闘機と互角に戦える新鋭戦闘機として、シデガラタメは本土防空の任務にいた。 試然改めの配備が遅れたため、揃わない分は試然で代用していた。1945年、昭和20年3月19日343、空はウイジンで、米艦蒸気160機に対し、試然7機、試然改め56機で迎撃して、米軍機58機撃墜を報告した。日米双方に、戦火5人はあったが、日本最後の大戦火となった。 343空の活躍で戦後は遅すぎた冷戦の後継機として認知され、冷戦、春、疾風と並ぶ代表的な日本軍機として一般に認知される。その経歴やネーミングから人気の高い機体である。ご交換の命令に従い、343空は、自然改めで、銀河、水星等の特攻機の護衛任務に就いたが、 もともと特攻戦は想定しておらず、市電改めの航続距離も不足しており、奄美大島や機械島付近にて、特攻隊の前時紹介の制空戦闘を実施した。343空は、通常の援護ではなく、市電改めで制空権を確保して、突撃警戒することで経路を確保する戦法を取っていった。市電は沖縄戦で偵察11飛行隊、 偵察中に飛行隊に配備され、台湾から出撃した。ここでは、制空任務だけでなく、強行偵察、戦火確認、策的任務に投入された。本土防空船にも、数多くの支電が参加した。5月29日は、戦闘403飛行隊6機の支電が B-29 を迎撃して2機を撃墜、7月8日には16機の 市電が50機の B-29、250機の P-51、マスタングを迎撃して4機を撃墜するなど、劣勢ながら奮戦している。なお、1945年、昭和20年2月17日の、米機動部隊艦載機との戦闘では、市電に登場していた、山崎拓、上飛層が、横浜市杉田上空で落下山降下。なお、 山崎は降下の後に暴徒化した市民によって殺害され、以降日本海軍ではパイロットに味方であることを示すため、飛行服及び飛行棒に日の丸を縫い付けることとなる、微翼にカタカナよマイナスのマークを付けた自電は、横須賀海軍航空隊に配備され、終戦まで京浜地区の防空に当たる。第3航空艦隊では、343空に、 配備されていた機体を除くすべての資源改め、資源を集め、産運、百式、司さ,さだと共に爆走することで、米護衛戦闘機や対空砲火の高速突破による高い命中率、命中率25%とを期待している。もっとも資源改めの生産数が月70機を超えることはなく、計画は中止となった。昭和20年10月16日に米軍に引き渡す。 ための空輸の際、米軍の廃屋ガソリンを用いて、全速で飛ぶ資源改め3機、滋賀敏夫少佐、田中敏夫上飛走、小野正森上飛走が示し合わせて実行。武装撤去、銃弾未搭載のため軽量に、実弾を装備した、監視役の6機の F4U は置き去りにされそうになったという。試源改めで戦った、搭乗員からの評価は高く、三上光雄は、 傾線に対する、重戦でありながらも霊戦の類を増する、霊斜は、傾線、自然改めは重戦というべく十分使えた、磯崎千里、松葉明雄は、霊戦同様に使えたと評し、磯崎は、最大の欠点として高速大部中の戻りに対する、強度不足を挙げている。加西智和、佐藤誠一郎は失速性その他に注意しながらも、 自伝改めで戦えたことを最高の誇りとし、2 0ミリ4 0の威力と包み路線型フラップの功用を評価した。岩下国を焼かさいとも数は、下位海階海と捕獲に戦える素晴らしい機体として歓迎した。喝彩によれば、自伝改めにとってもとも手強かった、米軍戦闘機は下位海階海で、自伝と自伝改めには、運命の差があり。 試伝改め配備後の訓練登場機に試伝を指定されると全員が気落ちしたという。本田実ミノルは当時の若年登場員で十二キ編隊着陸が一様にできた操縦性、腕り用による高低測量用の操縦性を評価し、戦後の三菱テストパイロットとしての外遊資料から対戦末期における装壁は紫改めトピー51であると述べている。 自然改めのテストパイロットだった。シガトシオは、自然改めは、イノシシのように何にでも食いついていけるお天場娘で、使える機体だと思ったという。陶器での実戦経験はないが教育に関わった。坂井サブロは、後続力がない点から見れば96感染時代に、逆戻りした感があるが、極めて斬新な設計、空戦フラップが施された優秀な戦闘機と、表していい。 しかし、晩年には、星空戦闘機とも極地戦闘機とも言えない、中途半端な戦闘機と評して批判的になった。堺は、343空に共感として着任した際に、極地戦闘機自伝11型空中、使用標準参考を製作したとして、空戦フラップを、旋回性能は良くなるが、作動の面で信頼性に欠けた。 火事が効きすぎた時の修正が難しいなど批判するが、水銀の表面が酸化して導通が悪くなり、油圧月が誤作動する、水銀は常温で酸化しないなどの非科学的な内容を含んでいる。米技術雑誌、ポピュラーメカニックでは、米空軍の試験で資源ためのマグネットをベーに変え、100億単燃料を使って空軍で飛行した結果、速力は、 どの米戦闘機にも劣らず、機銃威力は一番強いと紹介された。ピエール・クロステルマンの著書、空戦では、資ラ改めが高度6000メートルで、P51 マスタング44年型と、同程度のスピードを発揮したことからマスタング44年型の、カタログスペックを基準とした最高速度速680キロメートル説を採用しており、 当時の連合軍の空軍関係者はその程度の速度と認識していた。また、川西航空機設計課長だった菊原静夫によれば、昭和26年に来日した米空軍商工団の中にアメリカ市電改めをテストした中佐がおり、ライトフィールドで市電改めに乗って米空軍の戦闘機と空戦演習をやってみた。どの米戦闘機も市電改めに勝てなかった。 ともかくこの飛行機は、戦場では、うるさい存在であったと評したという。スミソニアン博物館に展示されている、資源改めの説明文に、太平洋で使われた万能戦闘機の一つであるとされながらも、B-29 に対する有効な洋撃機としては、高高度性能が不十分であったと処れているように、極地戦闘機としては、高高度性能が優れているとは言えなかった。これは、 日本機に共通する欠点で、排気タービン下級機、ターボチャージャーや二段式機械加級機、スーパーチャージャーを実用化できなかったためである。なお、この試電改めの高高度性能不足の対策として、一時は生産中予されそうになった来電の生産促進がなされている。主力戦闘機として大生産計画が立てられたものの、実戦配備が B-29 による本土爆撃が本格化した昭和19年末であったこともあって、自然改めの生産数は約400機に止まり、応答は決戦機として3000機以上生産され、文字通り対戦末期における陸軍の主力戦闘機となった4式戦とは対照的と評価されることがある。近藤義雄、疾風開発者は、疾風は一撃離脱の機44。 正気が原点。自然改めは空中格闘戦にこだわっていたと述べている。ザイラストレーテッドディレクトリオブファイターズミキスピックチョ P218 によると n 1 k 2 j 自然改めは高度19030フィート5800メートルにおいて最高速度416マイル時速669キロメートル海面高度において 最高速度358マイル、時速576キロメートル、上昇率は高度2万14フィート、6100メートルまで6分6秒との性能が記載されている。これらの数値は、連合軍による路角機での試験データに基づく数値と注釈で触れられているが、元となった試験情報の出典など詳細は不明である。 英国のブランドフォード社の原色航空機百科、K マンソンチョでは、太平洋戦線に出現した日本機中、最も素晴らしいものの一つであったと高く評価、されている。試電は試験のために数機が米国に輸送されたが、減損しない。試電改めは3機が米国に輸送され、スミソニアン博物館の国立航空宇宙博物館、内国立海軍航空博物館、 ナイト・パターソン空軍基地内、国立アメリカ空軍博物館にそれぞれ展示されている。日本国内では1978年、昭和53年に愛媛県の久吉湾から引き揚げられた機体がインオレクリエーションとしない、自然改め展示館で保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。